こんにちは。なんでね、こんな格好をしてるかというと、私文明を退化していきたくて、今家電とかどんどん手放していってて、いつかね古民家みたいな家に住みたくて、日本のなんか昔の暮らしみたいなのをしたくて、何年も先かもしれないんですけど、私浴衣は3つぐらい持ってて、浴衣着て京都散歩行くんが趣味なんですけど、 YouTube 始めてから行ってなくて、浴衣着てる動画は撮ったことないんですけど、京都の嵐山の駅からすぐのところ、ちょっと右のね路地入ったところに雄月っていう着付け屋さんがあるんですよ。もうそこ毎年行ってて、いつもそこで着付けをしてもらうんですけど、自分で着たことがなかったんで、自分でも着れるようになろうと思って、 YouTube でね浴衣着付け初めてとか初心者で検索して、一番上に出てきたやつとか分かりやすいの何個も見て、で着てみました。ちょっとね今から着てるとこ流すんですけど、この動画は着付けを教える動画じゃないです。もうど素人が初めて着物浴衣を着てみたっていう動画なんで、全く参考にならないと思う。もうめっちゃ汚いしね、いっぱい出てくるんでね、着付け動画、そっちを先生のとかを見た方がめっちゃ分かりやすいんで、初めてでこんだけ着れたらすごいと思うんですけど、これ練習したらだいぶ上達しそうなんですけど、形はなってますよね、ちゃんと。ただもうゆるゆるなんですよね、この帯後ろとか、なんかこの襟元とかゆるゆるですよね。着付けの人ってもうビシッてしてくれるじゃないですか、なんかね、こうギュッてギュッて、なんかそれが足りないですよね。私の帯も一応リボン結びになってると思うんですけどね、これちゃんとやればゆるゆるですけどね。着てるとこ写すんで、めっちゃ下手くそですけど、なので参考にはしないように、私のは。
着れました。もうね、あの着付けが得意な人からしたらなんじゃその着方はって思われるかもしれないですけど、でもね手順とかはあの動画で見たまんまやったんで、まあ間違ってはいると思うんですけど、緩いんですよね全体的に。帯もなんかゆるゆるで汚いし、まあでもね初めてここまで切れたらちょっと練習すればなんとかなりそうなんで。ここ2年ぐらい浴衣着れてなかったからちょうど良かったです。たまに浴衣着たくなるんですよねやっぱ夏とかはね。ちょっともう夏終わりましたけど、そうまたね時々浴衣を練習します。緑で猫の柄、猫柄の浴衣もあるんで、あとひまわり柄もあります。これ可愛いでしょ夏。だ来年は、来年の夏は一人で綺麗に来て京都に散歩に行く動画撮ろうかな。だからそれまでに綺麗に着れるように練習します。頑張ります。それではあのめっちゃ初心者の浴衣の着方でした。あ、練習でした。これ持ったらかわいいこれ持ったらかわいいんですよ赤で。そんなわけでここまで見てくれた方ありがとうございました。また撮ります。なんか古民家レンタルもあるんですよ。前なんかマンチカンさんがこんなんありますよって言ってました。ああいうとこ行ってね女子会してもいいですよね。浴衣で浴衣女子会なんかやりたい。そんな古民家で、まあ、それまでにちゃんと着れるように練習します。ここも開きすぎですよねこれ。なんかこんなに脇見えないですよね。もうちょっとここキュッてならんとあかんと思うんですけど、ここねまた練習します。なんかそれでは終わります。なんかねこの前ライブ配信で縄文クッキー作ってみたいって言ってた方がいて、私もね作ってみたくなって調べたら、あの玄米粉で作ってて、きな粉でもいいみたいなんで、きな粉をすり鉢でねあの大豆からねすりつぶしてやったらもっと縄文っぽいかなと思って、栗とか入れるんです。ほんまはどんぐりなんですけど栗入れたりで、蜂蜜でね固めるみたい でそれを焼くみたいな。なんかスキレットとスキレットの蓋とかあの山とかに持って行って、で山ですり鉢でやって、でそれに蜂蜜入れて塩を入れてでこねて、それをね山でやってみたいなと思ったんで、なんか近いうち、まあ、行くか分かんないですけどちょっとやってみたいです。あの、まあ、今度山行く時持って行ってみようかと思います。まあ、その動画もまたねそのうち撮ります。